はよう。朝のキッチンモーニングです。3月6日金曜日です。今日も一日よろしくお願いします。いつものネバ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 三兄弟、あーゴーヤ、メカブ、納豆、人参、大根、長芋、これが一番大好きです。いただきます。美味しいです。ナマコ、レモン、レモン、カナちゃんがくれたレモン、ナマコ、レモン、ハチミツたっぷり、これが美味しい。いただきます。おいしい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 。いや。Facebook のおかげで友達いっぱいできて幸せです。これはお味噌汁、タイのアラのお味噌汁。いただきます。タイのアラ、アラアラ、これはちょっと魚焼きで塩焼きにしたやつを。おお、黄金の味やな。おいしいわ。いただきます。うん、うん、おいしい。ああ、昨日は寒かった。テニスめっちゃ寒いが途中でもうやめさせてもらって帰ってきた。あとお風呂よかったわ、あったかかった。花の湯最高。これがスキレット、僕の好きな、これは菜の花かな。菜の花いただきます。おいしい。おいしい。これがブロッコリー、ブロッコリーもいただきます。イワシの煮干しの頭、いただきます。幸せ。おいしいわ。メガブナット、長芋、たまらんな。めっちゃおいしい。何遍も言いますけど、Facebook は愛と絆ですね。これを見ていただいて朝元気出るって言ってくれるの一番嬉しい。皆さんがこれで元気よく楽しく明るく朗らかに働いていただけて、また素晴らしい感じのいいお友達をいっぱい作り合って、幸せな繁盛の波動を持った人同士に仲良くしていただいて、
幸せになってほしいですね。感じのいい人と感じのいい人をつなぐと絶対に繁盛します。これは間違いない、もう自信があります。でもね、類友の法則で感じの悪い人と感じの悪い人をつないだらこれは繁盛しません、貧乏します。ここだけは、ここだけは譲れません。感じの悪い人だけは譲れません。もうこれはどう、どうとって人間繁盛の法則では必ずその両面つきまといますね。別にそれに耐えれるような精神的な強いものがあればいいけど、私は耐えられへんな。やっぱり気持ちのいい、感じのいい、明るくて朗らかな、爽やかな仲間が本当に宝物ですね。そういう素晴らしいご縁を作っていただけるのが Facebook ですね。 YouTube もそういうご縁を作っていただきますね。タックはジムニーとかいろいろ売ってますけど、そのご縁販売株式会社ですから、素晴らしい縁を作るためにジムニー、ジムニーによって素晴らしい人と巡り合うというのが目的ですから、そこをよく理解していただいて、うちはジムニー販売店ですけどね、ジムニーはね、自然とね、大自然とその都会の架け橋、文明の架け橋ですね。人工知能とか AI とかそういうすごい賢い世界と、この青社長の架け橋ですね。明るくて、僕はね、もうそのいろいろ SNS で頭先祖使うて、会社の経営でもいろんな人使わせてもうて難儀してますけど、そういう時にジムに乗って、誰も行かないような大自然の中に入っていくと、さーっと心が癒されますね。もう釣りしてても渓流釣りしててもなんか園庭が出てくると人工物やからね、嫌やなと思う。もうなん、もう本当にもう全くの自然の中で釣りしたり山菜取ったりしてると、なんていうかな、もう人間のこの戦いというか、そうですな、戦いの中からほっとこう逃れれるというか、それから逃げることはできないんやけど、いいなと思う時ありますね。大自然と人工知能の架け橋ですね。私もそういう人生を送りたいです。ではまた明日よろしくお願いします。